こんにちは轟吉博です、えー、昨年出版させていただきました、えー、弾いてみよう音楽物語私ピアノ好きかも、えー、こちらを、えー、コロナの中で上演をしてくださっているという先生が、えー、たくさんいらっしゃるという声を聞いておりますどうもありがとうございますで、えー、この作品は絵本の方をまず先に作りましたで、この絵本は主人公 小学校3年生の女の子ミミちゃんがピアノのお稽古でたくさん先生に叱られちゃってピアノを弾くのが嫌になっちゃいます。でそこである謎の人物から手紙が届き不思議な森へ行き不思議な生き物たちと出会う不思議な旅をしていくわけなんですけれどもでそこで、えー、作曲家はこんなことを思って楽譜書いてるんだ楽譜ってこんな風に読んでいいんだ 決めるのは自分なんだとこれまでと全く違う楽譜の読み方に気づいていく成長物語になっています。でそこでいろいろな奏法とか表現について学んでいくわけなんですけれども知ったことを実際にピアノで試すものを作りたいなと思ってこの弾いてみようの方曲集なんですけれどもを作りましたで。これはお話に沿って曲が並んででいるので お話とセットで発表会に使っていただける作りになっていますで、本日は、えー、昨年11月に、えー、この作品を実際に発表会で使ってくださった横浜の笹山美由紀先生にお話を伺ってまいりたいと思います笹山先生本日はどうぞよろしくお願いいたしますお願いします でまず、えー、と最初に笹サイム先生のプロフィールをご紹介させていただきます大阪教育大学特設音楽家庭ピアノ専攻卒業後、えー、公立の中学校と、えー、高校の音楽の先生を得られて現在リトミックピアノ教室にて講師、えー、の指導に当たられています昨年22回目の発表会を、えー、開催されたということでいかがでしたか 昨年は春先からコロナ禍の中で、えー、オンラインのレッスンがあったりまあ落ち着いてきた頃には対面レッスンしたりともういろんな流れの中でのピアノのレッスンっていうのが執り行われていて。で 発表会もできるかどうかの瀬戸際だったんですけれども皆さんにお聞きしたところやりたいっていう子どもたちがやりたいということだったのでじゃあ結構しようということで、えー、頑張って開催することにしました。あの毎年いいいつつもも、えー、発表会ででみんなで1つのもののをを作るるととうことをやっててまして、まあある時はあの大工を えっと、オーケストラの方と一緒にあの最後に歌ったりとかドイツ語で歌ったりなんかとあとき先生の先輩でもある、えー、春畑セロリ先生の「もうぐるぐる連弾」はそれはそれはもういろんなほとんどのすべてのものをやりたいやり尽くすぐらいで今年はどうしようかなと思っていたところにき先生のこの曲集が目に留まりまして「これをみんなでやろう」と「弾いてみよう私ピアノ好きかも」の中にはいろんな要素が 詰まっていていオブリガートがあったりあと連弾の曲もあったりアンサンブルもできてまたお話の上に音楽が乗っているっていうところがもうとても魅力的でうちの生徒たちはものすごく喜んでやるだろうなっていうところでこの本を使わせていただくことになりました。そのののオブリガードのあの 話なんですけれどあの、1音とか2音とかで作っているものなんですけれど年齢はどののくくらいい子が弾いてくださったんですか 2>, 2歳児からあの大人までなんですけれども2歳児でもいけるなっていう曲も1音だけっていうのがあったので2歳の男の子と2年生の男の子と一人っ子同士の子どもがあの一緒に演奏しました。 入るるるタタイイミミンンググ終わっていうののはできるものなんですかなかなか難しくてこの曲に関しては私が一緒について一緒に呼吸をしたんですけどもで今回彼にとってはあの初めてのピアノを演奏するという発表会だったんですけど最初の入る呼吸っていうのはやっぱりとっても難しいんですけど終わるタイミングっていうのはソロの演奏でも活かされたと思いますあ2歳でも分かるんだなっていうのは新しい発見だったんですけど。 はい、この作品は物語を先に作ったんですけれども物語というのがそのレッスンの現場教育の現場でどういうふうに活かせそうかっていうその可能性をお聞かせいただいてもいいですかはい子どもたちはあのレッスンの時に私が絵本の,あの部分を読んで,で曲を弾くって「こんなところだよねこの部分だよね」っていうのを言いながら演奏していったんですけど その言葉から入った方が子どもたちはやっぱり分かりやすいピアノの音で漠然とただ私がピアノを弾いて聴かせるよりも言葉がががいいいてて音をイメージすする方がずっととかりやすいんだなっていうことが実感できました物語が逆に先にあることで例えば曲のタイトルとかもそうですけどそれがかえって邪魔になっちゃうことかはいなかったですか 全然ないですね。もうそれはトトロキ先生の感性なんだと思いますけど、あの弾いてみように関してはもう全く子どもたちにすんなり入ったと思います。発表会でその音楽劇を上演するにあたって準備段階であの工夫されたこととかその辺の話をぜひお聞かせいただけますか。はい。まず自分が全部弾いてみて難易度表というのを作りました。でそれぞれあの子どもの顔を思い浮かべながら すぐ決まっった子ももいれば迷うところもあって空いたところちょっと難しくて空いているところは高校生大学生のお姉さんとかに渡して軽快にあの楽しくあの中学生以上の子が弾ける曲っていうのはあのそんなに問題はなかったんですけれども音が数が少ないのを小さい子に、えー、っと渡したんですけども長い音符で。 響かせ方が難しくて、まあ、この曲で一番苦労したところはその部分で2分音符のレザートペダルもうこの辺は本当にうわーっていう <laughs> あの小学校1年生で弾かせるのは難しかったかなって思うのが数曲ありましただけどあのそれをやることによって呼吸感とかペダリングとかすごく学ぶことが多かったので。 いいあのチャンスだったかなと思って今は良かかっったかなと思っていますその逆に白玉がいっぱいある曲を中学年高学年が弾く場合逆に難易度がその子にとっては簡単かもしれないけれど使い方にはあの学ぶことっていうのはあるものですか 大きい子たちが弾くともっと変わるんだろうなっていう、うん、っていうのはもう全然実感してます。何回でもやれるかなとメンバーが変わって入れ替わってで子どもたちに書いてもらった感想にもありましたけど全部弾いてみたいという子もやっぱりたくさんいたのであのこれはままた機会があるかなと思ってます、えっと、コロナ禍ということもあってお苦労があったんですけれどもなんかあの逆に。 良かったこととかっていうのももあるののですかこのご時世 Zoom や LINE ではこういう通信の状況がすごく充実してきているので,でこの発表会に向けてもそうだったんですけれども Zoom でこれを全部みんなであの紐解いていくっていうことができたのがものすごく大きな練習の機会となったんですけれどもえまあ全員が参加できるわけじゃないんですけれども。 本を読みながらナレーションしながら、えっ、ー、と曲をそれぞれのお家で弾くっていうのを4回ほどできたので、仕上がり感としてはいつもよりは良かったのかも。トータルしてよ。良くなったかなと思っています。うん、コロナの時は？すごい。みんなお家にやっぱりこもって学校もなくてっていうことが続いたので、ソルフェージュあのズームでできる。 あのフラッシュカードゲームみたいなものとかは1週間に1回やってました子どもたちのモチベーションを保つこととこ閉塞的にならないように、ね、あの画面の中でみんなで会ってワイワイガヤガヤ言うっていうのを目的で Zoom を使っていたのでただ Zoom すごくあの大変なのはあのピアノのレッスンにおいて Zoom でのやり取りっていうのは非常に難しい。 向こうから来ているのが弱く聞こ弱音がやっぱりすごく聞こえにくいんですね弱音が聞こえにくくて全部同じぐらいの音量に聞こえてくるので、ね、私が弾いてるのもそうなのって言ったらそうって言われたので多分 <laughs> ズームならではなんだろうなと通,通信状況にもよるんですけど家庭のそこがちょっと難しかったですね。えと実際にここの発表会のの会んででいいただいて先生のことですからその 音楽以外のこと演出とかその先ほどもありましたけどナレーションのこととかってのアイデアがどん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 広がって。 近くなってきたらどんどんなんかいろんなことがやりたくなってきてひらめいていったんですけども高木美弥先生のこの絵っていうのが私もものすごく好きでな,なんとかこうあの皆さんに聞いて見ていただけるとなっていうところでスクリーンをちょっと思いつきまして第1期生の,あの大人の生徒さんたちと話し合いながらじゃあこのくらいのスクリーンだったら見れるかなとか、えー、とじゃあこういう流れでやろうっていうので並べ替えて。 で当日は生徒が流してくれたんですけどもただ高木美さんのこの絵はとてもこの本にはなくてはならないやっぱり要素があって子どもたちがイメージするのには本当に想像力をかきたてられる絵がたくさんあったので活かせたんではないかと。 思ってますで残念ながら今回ね観客が関係者だけだったのでその他の方に見ていただけなかったのがとても残念だったんですけどもあの自分たちの中ではとても映像を流したたこととが良かったなと思っな思ていますであのその声色によって例えばキャラクターがクマさんと猫さんとリスと作曲家とミミちゃんとあと本当のナレーションとあのいるわけですけれどその声の 決めるまでの過程っていうのはどうだっったですかえっと4回のズームの練習以外にもこれはまたズームで夜な夜な練習したんですけども、えー、まずミミちゃんは中高で合唱をやってたあの生徒がいるんですけどもそのその子がもうパーンと頭に浮かんで最初にあのやってもらった時にとっても上手だったので。 あもうミミちゃんはこれでいいなっていうところだったんですけど、あとナレーションは声楽家を出られたあの当日もオペラを歌ってくれるんですけど毎回あのその方がナレーションは私慣れてますっていうことでやってくださったんですけどナレーション関西の方だったんですね。イントネーションが時々あれっていう思うのがあってそれの違いとかがありました。で一番難しかったのが熊さんと作曲家。 をあの担当してくれたこれもあのヤマハのシステム講師をやっているピアノの先生なんですけどママでお母さんでクマさんちょっと重い感じのでもあのディズニーランドにいるクマとちょっと違うんだよねっていうのをみんなで言いながら考えてあれも違うこれも違うって言ってクマのダメ出しはすごく多くてあと作曲家さんとその2人分をやっていたので彼女は。 そこの違い、あの作曲家さんの声も。高木美和さんの、あの絵からの声っていうので。これも悩みましたね、とっても悩んだ。ところなんですね。なんとか、ちょうどいいところ、今の事件でできるところの落としどまでは落としたと思います。もう耳、み、うん、あと、えっ、ー、と、妖精さんとかリスさんっていうのは。まあ、若手の、あの女の子がやってくれたので、そこは意外とすぐキャッチしてくれましたね。 ね、でそのナレーションと曲に入るタイミングとか、えー、と例えば木々の隙間からですかね、えー、と終わった後に「あっまぶしい!」っていうところがあるじゃないですかもうあれもすぐ入ってもらわないと「ゃーってなったところで入ってもらわなきゃいけないので入って!」みたいなのとかそのタイミングっていうのもあ言葉と曲の間合いですかこれもまた面白くてだからいっぱいいろんな要素があって。 1>, まあ1回では全然、あのー、克服しきれない内容ですね。で最後のフィナーレも、あのー、当日しか舞台リハができなかったので当日の朝リハーサルするときに「でこの出てくる時間,間が空きますよ先生」とか言われながらあの,もうあの時点でできた最高のとこだったんですけどもっとだから楽しく踊ったりとか、えー、とコロナがなければできたんだろうなと思うんですけどもまあ精一杯のところでした <laughs>。素敵な 演奏会を作っていただいてその後の,その子どもたちの変化とか反応とかっていうのはいかかがですか、はい、ご機嫌斜めの曲を弾いた子なんかは「なんで私はこれなの?」って言ってすごいもうしばらく文句を言っていたんですね「なんで,なんで私がこれ?」って言って小学校1年生の子だったんですけど当日はすごい思い切って演奏したみたいで「お姉さんからすっごいよかったね」って言われて。 あの調子に乗ってますってお母さんが言ってましたけどそのすぐあとぐらいに「ご記念斜めの時のあの音だよね」っていう曲とあの音があったりとかあとやっぱり特に小さい子ですね木々のその隙間からの子もあ,あそこでこのキラッてした音を使ったよねっていうのがイメージ的にやっぱり絵と,絵と言葉として入ってくるのでこれはすごくあのこれからも使えていくところ。 うん、特に効果音みたいな、うん、そういう音のイメージっていうのがとても子供たちの中に残っていてそういう使わなければいけない曲っていうのがたくさんあるのでこれからも役に立っていくなというかあの思います例えば、えー、と9ページの閉じたままのピアノの場合ピアノといっても、まあ、いろいろちょ、うん、っと芯のある音だったり。 すごくこう柔らかい音だったりあの音色っていろいろあるピアノにもいろいろあるよということを言いたくてこのように書いたんですけれど例えば弾いてもらえなくなったピアノが泣いてるみたいに弾いたらどうなるかなじゃあ涙がこぼれてるみたいな感じで弾いてみるとどうなるかなっていうその声がけっていうのは子どにとってはどう,どうなんですかね今音大受験生が1人いるんですけど。 あ2人いたんですけど1人は推薦で決まって今1人いて今もうその音楽と格闘してるんですけど本当にあのベートーベンのそなた一つでもこのフォルテのいろんなフォルテストレートにスパーンって入るフォルテなのかそれとも重たくどしっとマさんのように入るフォルテなのかっていうところの,あの選択がやっぱり本当にそれも細かくて大変なのでこういう小さい頃からこういうことにこだわってやって。 あのやっぱりピアノに向き合っていくっていうことの重要性を痛感してます。これは小さい頃からやっぱりしっかりこうあのイメージとしてと言葉を添えながら入れていくっていうことはすごく重要なことなんだろうなと思います。だあの鶴岡先生の書いてあったこの絵本の方にいっぱいまたもっと種類があるじゃないですか音の種類がね。これが表現できれば。 すごでな,な,いいなんかピアノって書くとどうしても弱い音ってそれはそうなんですけれど作曲家はそれを音でその欲しい音色は音で書いていてそれを推理するのは音楽譜を受け取ってくれる人の仕事というかになってくるんですけど。その子供たち に例えばピアノどういう風に弾きたいって言った時に答えられない子が結構いて自分から湧き出てくる子はいいんだけどそういう子ばっかりではないなと思ってこれだけこう選択肢が、うん、この紙面のようにあればあの選ぶことだったらできるのかなとか <laughs> 例えば怒ってる感じで弾いてみようびっくりした感じで弾いてみようって弾き比べて遊ぶこともできるのかなと思っています。<laughs> 書いたんですけれどみんながみんなこう自分で想像できるわけではないっていうのは子供によって全く違っていて溢れ出て,てくる子の方が全然少なくてやっぱり選択をしてもらう方方がが楽な子の方が多いですねこの本はみんなが好きでしたよねどの子も好きだったっていうところがやっぱり戸々木さんのその子供に寄り添うところの。 イメージとかそういうのが伝わったんでしょうねきっとねありがとうございます、うん、そうなんかモノクロにねしたのもあの例えばお花だったらその白いお花なのか青いお花なのかによってもやっぱり先の意識って変わるから、うんうん、モノクロにしたんですけれどああそういうところあるんですねこれが好きこういう弾き方が好きってこう言える子にしたくて そここにもだだわってくださっててくさるんですねアクセントを描くとやっぱ強い音って思われちゃうのがすごく嫌であのこの絵本にもアクセントを入れたかったんですけれど、うん、あのちょっとさりげなく光るものも、うん、光っていうふうにまずあの伝えたいなと思ってもうピカッて光るものもあればキラッとふわって光るものもあるしその本当にさりげなく目立てばいいアクセントもあるから。 なんかその考え方をちょっと変えたかったんですよね。いやーもうこれはね本当にベートベンやそこら辺の作曲家までつながる内容であの大事なとこですよね。とってもピアノ弾く上で、うん、やっぱりその私も楽譜に向かう時のその癖付けをしたくてこの作品を書いたのでその音色について想像したりまあ、試したり推理したりっていうその。うん 先生のようにあの次のその発表会が終わった後のレッスンで積極的にその記憶を読み戻す声掛けをしていただけるというのが一番あの効果が出るかなというふうに思っているのでとてもます、うん、今までにないこの曲集ですよねあの効果音があったり2種類のオブリガートがついていたり。 っていうところはきっとこれは轟先生絶対外したくないとこなんだろうなと思っていて絶対に全て載っている音を音の現実的に音にしたいと私は思ったのでこれをぜひこれはあの普通発表会じゃなくてもいいし普段の練習でも全然使えるあのこうやって弾くと違う音楽になるんだよって2種類違う音楽になるんだよっていうところも。 すごく子どもたちに同じ曲なのに違う風な演奏になるっていうイメージになるっていうところを学んでもらうためにあの是非演奏してみていただきたい。であのこれはやっぱり一つの物語になっているのでミミちゃんの最初すぐ目練習したのに「おまる」がもらえないっていうところから始まってあこうやってピアノは楽しむことができるんだなっていうところまでのやっぱり一つの物語として全体を通して聴いていただけるとなぁと 多分皆さんあの発表会とかで出し物っていうのものすごくいつも悩まれると思うんですけれども一回は絶対やっていただきたいなと思う内容です <laughs> はいえっとこの作品はこの使ってくださる先生のアイデアによってこう新たなこう独自の世界観で発表会が作れる曲集になっていますコロナであってもこれが落ち着いた後でもどんどん活用していただけたら嬉しいなと。 思います笹山先生本日はお忙しい中お時間を頂戴してどうもありがとうございました。